さあ今回は何をやっていくのかというと、こちら鬼滅の刃アクアビーズバケツセット、こちらを作っていこうと言った企画でございます。なんかいろいろ入ってるよ。いきなり作ってみようなんだ。もうなんだよこれ。ふりかけみたい。取り出すのがさ、もうすでに困難なんだけど。これイライラす。この一個ずれるとさ、とんでもなく転がるの何なんだろう。うわーこれちょっとやばいぞ。全壊れする可能性が。やばい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 。髪が崩れ始めた。これは無事に完成することができるのだろうか。はいどうも、ゆりちさんです。さあ、早速、アクアビーズ、鬼滅の刃バケツセットの続きをやっていきたいと思います。前回の続きになるんですけど、前回のと見比べていただければわかると思うんですけど、炭治郎がこっちの左上の方に寄ってたんだよね。で、そうすると、この先がもっと左側を使うことになるから、全体的にもうちょっと上に重ねていくにつれてね、マスが足らなくなるから、ちょっと一旦固めて、右端に、右下の方に寄せたのと、あとは思いのほか、撮影に時間を割いてしまい、iPhone のね、バッテリーがちょっと切れかかってきたので、一旦中断させてもらって、前編後編と分けるようにしました。っていうことで、ここから続きの方をやっていきたいと思います。なんとなく差しの言い方はわかると思うんだけど、見本通りになってません。なので、出来上がりがね、どういう風になるのか、やっていきたいと思います。これね、この目の位置がね、もうすでにずれてるんだよね。わけわかんない感じになっちゃってるけど、まあこれ第2弾あるのかな。もしかしたらだけど、炭治郎のハードルがちょっと高かったかもしれない。他のキャラの方が簡単だったかもしれないっていうことで、まああとはね、もう一回説明書を見直してみたんだけど、最初に霧吹き用でかけちゃいけないみたい。コロコロ転がっちゃうかもしれないけど、最後に形を整えて水を切りかけないと、前編見た方はわかると思うんだけど、くっついてあっちこっち行っちゃったりとか、せっかく作ったところがまた剥がれちゃったりとかね、するから、水を切り吹けるのは、最後にやった方がいいみたいっていうことでやっていきたいと思います。これはどっからだ。つけないとつけないで転がってっちゃうんだよね。コロ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 、相変わらず床の上にビーズが散乱している状態であります。赤はまだ結構使うから出しといていいか。転がってっちゃうからある程度固めた方が僕はいいと思うんだけど、説明書で見る限りでは最後にやった方がみたいな感じで書いてあるんだけど、完成すればいいのさ。要は赤黒肌色3つ。でもなんとなくねコツは分かってきたよと思う。もうずれてるんだけどね。下のシートって言えばいいのかな。細かいせいか、ビーズが結構ね、浮き上がっちゃうんだよね。それで多少ずれちゃうっていうのもあるんだけど、これが炭治郎のあざになるのかな。なんかそんな感じがしないでもない。要はね、できればいいんですよ。せっかくできたのが、こう、ちょっとしたらでぐじゃってなっちゃうから、僕はね、水をかけた方がいい気はする。まあ皆さんもね、某ドンキホーテによることがあったら、まああんまおすすめはしないけど、まあちょっと試しにやってみるのもね、いいのかなと。ジグソーパズルとか、そういうの得意だよっていう人はおすすめするけど、手先の器用じゃない人がね、こういうことをやると、結構ね、大変なことになってしまうのと、せっかくね、炭治郎とか、可愛いキャラクターを作ろうという遊びなのに、品質を損ねてしまうんじゃないかっていうね。まあそういったことも懸念されるので、もしくは、お子さんとかで、6歳以上が推奨になってるから、低学年のお子さんとかいらっしゃる方には、夏休みの課題じゃないけど、自由研究的な感じでやってみてもいいのかなって。このビーズを全部敷き詰めて1時間置かないとくっつかないみたいな、1時間以上置いてくださいねみたいなこと書いてあって、何気にこれ撮影時間かかってます。この段階で2時間以上かかってるか。ここの半分まで作るのに1時間、乾かすのに1時間以上っていうことで結構時間かかってるんだけど、夏休みを満喫するためにね、作っていこうじゃないかと。どこやってんのか分かんなくなってきた。今ここね、鬼滅のね、大きな情報もないっていうところで、皆さんにね、楽しんでいただければいいんじゃないのかなと、いった次第でございます。あ、でもやっぱり、半分は固めてよかったんじゃないかな。前半の時よりやりやすいかな。
これ逆にアレンジしてお手本通りじゃなく色を変えるっていうのもありだよ。多分可愛いと思うんだ。なんかちょっとコツを掴んだのか、最初の時よりスムーズにいってる気がしないでもない。コンペイトーの形したビーズがね、結構浮いちゃうんだよね。こういうこと言っていいかわかんないけど、ネタにつけたらこれやる感じ。煉獄さんとかね、上達したら作ってみたい。煉獄さんとか髪の色めっちゃ難しそうだな。もう髪の部分に到達だね。こっからはわりかし早いんじゃないか。なんか一つ抜けてるぞ。ちょっと炭治郎っぽくはなってきたよね。こっからは黒と赤しかもう使わないか。髪の毛だけだから完成できるわ。結構難しかったぞ。ましてやね、僕みたいな不器用な人が作るとこうなることはね、なんとなく察しがついてたと思うんだけど、この微妙な差し加減がむずいね。ピンセットあった方が多分これはいいと思う。でもすごいね、こうやってビーズをね、組み替えて飾るだけでキャラクターにね、より近づくっていう。これヨリーツさんとかさ、オリジナルで作ってみようか。やる機会があればの話だけど、ビーズが他のキャラとか作るのに今あるビーズだけで足りるのか、別売りで買わないと足らない感じになっちゃうのか、これがね困っちゃうんだよね。ジグソーパズルより集中力がいるかも。ずれたりするとね、もうどこやってんのか分かんなくなっちゃうから。で、さあ完成がもう近いですよ。できた！できました！どうですか？完璧でしょ？うん。これを乾かして完璧じゃない？完璧じゃないか。ちょっとなんか目とかおかしいけど、まあまあまあ初回にしては頑張った方なんじゃないかな。目がおかしいね。なんか今ずれたし、これを自分の記念品としてね飾っとこうかな。水をたっぷりみたいな書いてあったから。でまたこれをね1時間乾かしたらどうなるのかっていう話ですよ。ということで、アクアビーズ鬼滅の刃バケツセットを作ってみたの動画でした。こちらが見本で、こちらが完成品でございます。誰がどう見ても炭治郎だよね。炭治郎はこれです。炭治郎の基本形といったらこれになります。ということで、この動画面白かったよっていう方はチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。 X のリンク、この動画の概要欄に貼ってありますので、よろしければフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。胡蝶しのぶの明日の占い。今日の運勢は小吉です。楽しく過ごしてくださいね。またね。